はい、こんばんは。今日は30回目の本30というところのですね、3月14日の4時44分からの公開映像を解説します。ちょうどこの辺りですね、非常に緊迫をしているところでですね、かなり公開も多いんですよね。まあ、32ぐらいまでをめどに、説明しようと思ってるんですが、まあ、もしかしたらそこまでいけないかもしれませんね。まあ、1時間ぐらいを目安に、1時間から1時間半でちょうどいいところで切ろうと思います。で、昨日ですね、L2 とか L1 とかね、TAF とかね、いろいろ水位のことで出てったので、ちょっとここで一応ご説明しておきますけど、ここが TAF ですね。トップオブアクティブフューエル。すなわち、ここに燃料があるわけですけど、燃料の、まあ、ひたひたの状態を TAF と言ってますね。で、それから L1。で、L2、RCIC、HPCI 起動。で、L3、で、ノーマルウォーターレベル、L5、L6 の間。もうこの辺も私ね、散々やったんですけど、どうしても覚えられなくて、いまだにすぐなんですけれども。で、L7、L8 というと、非常に上がっ、水位が高くなりすぎてね、その時に RCIC、HPCI がトリップするというのは止まるということなんですね。ちょっと出てないね。あら、すいません。これね、L8、L7、で、L5、L6。だから L2 価っていうのはここのところなので、水位としては低いんですけれども、TAF よりは上にあるわけですね。だから TAF を、TAF とトップオブアクティブフューエルを TAF と言ってますけど、TAF を下回らないように、絶対に頑張ると。いうのが指令なんですね。はい、で始めますね。ちょっと待ってね。やったっけか。すいません、3号の今カムズの復帰なんですが、4時20分のちょっとこれじゃない、本の3、あら、ちょっとごめんなさいね。ちょっとすみません。スライドショーが間違っております。192からしないといけないんだね。35から設定しない、ね。失礼しました。プロセッサー性は 25%。グラツ力上昇傾向。衝撃っていうか、そのぐらいなんじゃないの？あと、作者の温度、作者温度がどう見るのかな、この2つのデータをお示しして、公開いただくのがいいかな。うん、で、それを、全体に発表してください。ですね、この直前に CAMS というですね、コンテンメントエアモニタリングシステム、まあ、要は、格納容器内のモニタリングシステムが再稼働し始めてですね、それで炉心溶融が 25% ぐらいあるということがね、出てくるんですね。で、実際のね、線量が確かこの後出てきたと思うんですけどね。いいんです。あ、ごめんなさい。いつもオフサイトセンターにしてるだけ。勤怠室と、勤怠室の間とそれを確認して、流していただければいいです。はい、お願いします。まだ上がってます。それで今あのカムスの値から、ちょっとグラフで見るとおよそ炉心損傷 25% のところのラインに乗ってるっていうことです。 25% 何号機かな。何号機なんでしょうね。ちょっと何号機かね、ちょっとわからないです。2号機かな。ばらまいたら、はい、オフサイトセンターです。それ情報班に言ってばらまいてもらったわ。あ、どうも、さっきいただいた電話番号使われてませんって言われてたんだけど。うん、あ、それさっきの件伝わりました。あ、そうなの。そちらの方に連絡を入れたんですけど、別の方に。方は自宅でもオフサイトセンターでもなくって、今福島第一の勤怠数
におります。はい。はい。はい。なんか吉沢さんの声に似てるけどね。あ、免震堂の近代室ですね。はいはいどうも、はい。ちょっと違うかな。ちょっとわかんないですね。誰だ。バラマクチの情報をみんなに伝えるってことですね。すいません斉藤さん、今カムスの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょうか。そうね、3号機です。あ、3号ですか。はい、3号4時20分にカムスが生きて、今値を読み取ったところですね、25% の炉心損傷のカーブに乗っているということです。はい、オフサイトセンターです。うん、3号機ね、もう号機は分からないもんね、私でも分からんのぐらいですもんな。すいません、3号の今カムズの復帰なんですが、4時20分の指示値を教えていただきたいんですが、お願いします。あ、すいません、4時20分で1.4×10⁻⁴ をシーベルトパワーでドライウェルです。じゃあ1号機だけの出てないか。1号機が来たかな。140ですね。すいません、1.4×10⁻⁴ をシーベルトパワーでドライウェルの値です。で、サプレッションチャンバーが4.28 シーベルトパワーです。今お手元に配った、カムスの値にする、損傷割合ですけれども、25% ということになっております。25% 損傷してた。入ってきてないよね。もう3月14日の、すいません、今の値、今情報班通じて、本店の方とかも共有お願いいたします。3月14日の午前にもう損傷してるの分かってんじゃん。今参考までに4号の FPC の温度が分かって84度だそうです。 FPC っていうのはね、あれですから、プールです、燃料プールですね、フューエルプールクーリングですか。まあだから燃料プールの使用済み燃料プールが84度と分かったということですね。まあいろいろ分かってんじゃんって感じだね。1F さん聞こえますか。これ小森さんだね。はい、 1F 聞こえます。小森ですが、まず、はい、消防車がついてるようですので、はい、丁重にご案内をして、まあどこでどう組み上げるかっていうのを 今から考えるってことかもしれないけど、まあ早く活用できるようにぜひお願いしたいと思いますけど。わかりました。はい、それから、ちょっとホワインのから、まあ、ある面じゃお叱りを受けたということなんで、ちょっと、まあ、話はしとかないとまずいなということで、消防車ですね。今回 そのピットの水の海水ピットの話については、まあ、本店側もちょっと認識甘かったかなというふうに思いますが、その 1F3 号機の海水がピットが水枯れで止めましたというような話は、本店としてそういうことを知ってましたかと、まあそういうことについての事実関係についての把握をしてもらって、ホワインとか鑑定もそういうことを全然知らなかったと。でまあ斉藤もいろいろ大変だと思うんだけど、まあ84度っていうのは高いですよね。高いけど沸騰してないっていうことでしょ、うん、核爆発は起きてないですね、4号はね、残念ながら。
84度っていうのは沸騰してないから、まあ一安心っていうところだと思いますよ、現場の感覚としてはね。もちろん普通は、まあ、40度ぐらいなんですけどね、はい、けどそういうことはちゃんと情報共有したいということでしっかりしてくやってくれと、まあそんな話でありましてですね、ちょっとあのまあその4時に目安とかそういう話でごたごたするのは本当に斉藤側には気の毒な話で申し訳ないんですけど、まずはちょっと そういう苦労してるようなところは本店サイドもまあ、 よく聞いて、規制側にもちょっとそういう話を事前にしておいてっていうふうに思いますので、小森さん、はい、あ、武藤さんが出てきましたね。圧力なんでここでも大切っていうか、まあ使用済み燃料プールはね、大気開放ですからね、100度になったら沸騰ですね。圧力容器の場合ちょっと違いますよね。武藤さんがまあ頼りになるね、やっぱりね。意外とって失礼ですけど、武藤さんがちょっと声出しました今ね。武藤さんも小森さんみたいな感じね、っていうふうに思いますので、小森さん、はい、カムスが生きてこの占領率が出てて、はい、あと損傷割合 25% 出てるんだけども、これはあれですかね、当然役所に行ってるんだと思うんだけど、なんかフィードバックありませんか。役所にはまず役所と官邸には、連絡してありますが、ちょっとあのリアクションは聞いてません。これ多分次はね、水素どのぐらいになってんだっていう話になると思うんだよね。あ、そうです、うん、でこれで 25% 損傷したとして、それがまあ全部例えばどっかに溜まったとして、格納機の中はその N2 だからいいんだけど、はいはい、それがまあ要は1号みたいなことを考えると、例えばオペフロに溜まったとして濃度がどのぐらいになるかとか、なんかそうなるってどっか本店どっかで評価してますか。いや全然まだカムスの電で信号が生きて、であの情報をもらったのはさつい5分前ぐらいですので、それやらせます。安全がいれば、ちょっとここは水素濃度、はい、多分質問が来ると思うよ、これ。それ、いや、まあ、質問以前に。下がったら壊れたと思うでしょうね。うん、元さん、さすがだよね。みんながカムスがして、損傷 25% でショック受けてるときに、次に役所がこういう質問が出ると思うよ。まあ、こういうのはやっぱり、本当に頭のいい人だと思うんですよね。やっぱできましたもんね、元さんはね。私なんかやる。で、60いくつだけど、クリアですよね、非常にね。ちょっと我々としても評価して、ね、そういうことだね、はい、うん、だからやらせます。水素みんな心配して、はい、お願いします、はい、ちょっとどのくらいの相場感になるかというのを、この話してたんで、ね、はいはい、安全屋さんは今いるか。サイトはさ、これそれで水素濃度はこれ、ま、分かんないんだな。ちょっと話して、今のあとその時点の水素濃度ですかね。イエスイエス。カムスの水素濃度、うん、はいはい、すいません、カムスの水素濃度と酸素濃度、水素濃度の方は、データとして今取れておりませんで、今の段階で取れているのはガンマだけか。カムス自体がガンマで、炉心損傷をそこから出してるんですけど、炉心損傷から逆に今度は水素がどれだけ発生してるかっていうのをその計算しないといけないっていうことなんです、うん、まあそういうことだ。いやいや、それ水素は測れないんですか、ね、測れる見込みがない。サンプリングポンプを回して、あ、そういうことか。でそれがまたバッテリーの消費があるんで、分かった。だからまあ要はカムス生きたけど占領率しか分かんないってことだな、うん、当面そうです。まあそうね、カムスと言ってるよりはあれだ、占領率、核の域の中の占領率が分かるようになりましたということなんですね。そうです。すみません、思いつきみたいで恐縮ですけれど、結構水素濃度が建屋の中にあるとしたら、電気系の機器を動かす場合とかスイッチを入れる場合っていうんですか、その目的に応じて考えなきゃいけないと思いますが、アークでヒットすると非常によろしくないと思うので。カモスというよりも戦率が上がっていることが分かったということだなと。
とまとめたわけですね。そしてまた小野電が来ましたね。水素が上昇しているので、電動機のスパークで発火の可能性があると。まあでも電動する電動で動いたのないだろう多分ね。3号機はちょっと注意した方がいいのかなと思います。はい、わかりました。まあ大丈夫ね。今いずれにしても本店側の方で逆算をして水素がどの程度発生してて、まあ漏洩量をどう見るかっていうのはありますけど、まあパラメーター振ってもらって、それで建屋内がまあある程度密閉性があるとすると、空間ボリュームで割ると水素濃度何パーセントぐらいになる可能性があると、ちょっとまず一時的な計算をちょっとやってください。できるんですか。いや知りません。できるんかね。安全屋さん、安全屋さんで、私安全屋さんだったけど、そんなコードなんか持ってなかったんですけどね。平岡次長からの話はそういうことでしたので、ちょっと斎藤側の方にもある面では正確な情報をお願いすることになると思いますが、斎藤側の方としてもそういうリスクのような話は、ぜひお話しいただきたいなということで、ま、平岡次長というのは多分あれですよね、経産省でしょうね。保安院でしょうね。合わせて、まあとにかく海水そのピットに水を入れる努力は今もっと強化するようにしておりますというふうには話をしました。はい、わかりました。吉田さんの話が出ないね、貨物でね。質問なんだけど、この 25% はこのなんだ、このガイド AM のガイドで 25% って見たってことだよね。25% の元データはアクシデントマネジメントの手引きの下から推測したものです。それでさ、この時って要は上からその 25% ぐらいがこの損傷っていうのはその定義っていうかさ、要は酸化したってことなので、上から 25% が何が起きたと思ったらいいの。その形状なんかどういうことになってるんだろう。これというのはちょっとサイトじゃなくて本店だな、これも。安全屋さんっていうか、あんまり安全屋というか自己解析みたいな。でそこでさ、その底がだよ、その要は形状がちゃんと維持できてるかどうかっていう話になるん で、例えばその放散水をどのぐらいこれから入れなきゃいけないかみたいな話になってくのかなという気もちょっとするんだけども、ちょっとここも安全屋さん本店側で評価をしてくれませんか。あ、いいか、ちょっと連絡してもらって、水素の方のリスクと、それからミリン海水の担保という意味合いで、場合によってはピットに放散ぶち込むというようなことを集めてやり続けた方がいいという可能性もあるので。ちょっと評価するように指示して、測定して計算して実験して何が起こっているかを理解しようとするタイプ。いやそう、なんかいや切れると思うんですよ。私ね、この武藤さんみたいにパッとこう次何を言ってくるかとかいうのがね、出てくるのが本当に頭のいいことでね、出てきてから右往左往してもしょうがないわけですよね。でこの放散を入れるかっていう話はどういうことかというと、制御棒がこうね、燃料の中に入ってるうちはいいんですけど、もし溶けてたら制御棒入ってたってね、全然意味がなくなるわけで、形状が担保されてない。吉田さんいません、これ。吉田さん、武藤さんと小森さんですね、この2人の会話はね。いや、上から 25% 損傷がどういう意味かっていうのをね、武藤さんも分かってないんですよ、本店も分かってない。だから今から評価するって、そういうことだと思うんですよね。で形状がもし壊れてるんだったら、放散かなんか、でも形状がもし壊れたらね、燃料がその溜まりになってたら放散やってても中に入らないわけだからね、それはそれであんまり意味があるのかなという気は私自身はするんですけどね。だから臨界する可能性があるということを言ってるわけですよね。制御棒がだから
溶けてしまえばね、だから制御棒と一体に溶けてしまえばまあぐちゃぐちゃになるんですけど、燃料だけ溶けてしまうとまたおかしなことになると。でそれがどういう状況になってるかがまだ本店でもわからないので、自己解析しろと。 25% 損傷はどういうことかということなんですけど、まあ実はね、3号機は 25% だったけど、最近、まあ、最近っても半年ぐらい前にほとんど全部が溶けてましたっていう話はね、出してましたもんね。あ、これ終わりですね。そしたら35は次31になりますね。これはこれでいいかな。はい、じゃあ次31からいきますね。ですね、ちょっと発電所の状況を説明しますと、あまりよろしくないという状況になってきているんじゃないかなと思いますので、はい、ご報告します。3号機なんですけども、まあ、昨日の話で水がなかった、ピットの水が足らなかったので、まあ、3号機の注水をですね、一時中止をしておって再開したんですが、その後ですね、その中止した時から徐々にドライウェル圧力が上がってきてます。ほんで注水してもドライウェル圧力の上昇は若干収まったものの、そんなに減らないと、要するに、まあ、増えてるということで、徐々に増えてるという状況できて、で水をですね、水量を先ほど4時50分にそれまでの流量の500数十リッターパーミニッツからですね、900リッターまで上げました。で上げたんですが、ドライウェルの圧力の上昇傾向は止まっていません。で現時点で5時、それ何分だっけ、字が見えない、5時半、5時50分のデータでですね、415kPa まで上がってきました。その件につきまして、はい、今ドライウェル、サプレッションチェンバーからのベント弁が、開いてない可能性があるので、そこ大弁と小弁があって、大弁が開いてるはずなんですけど、今小弁を開ける方の操作に入っています。ちょっとそれがまだあと10分ぐらいかかるような予定になって、それを見てちょっと様子を見たくて、さらにそれでダメだったらコンプレッサーをさらに大型ものに付け替えることを考えたいと思います。今もう一つ、ね、うん、はい、水位がですね、マイナ小便っていうのはね、小さい便ね、大便小便って言いますので、だからまあサプレッションチャンバーっていうのは、ドーナツ側のところサプレッションチャンバーって言うんですけど、そこに弁当弁があって、大弁と小弁があるけど、小弁が開いてないんじゃないかということで現地に行ってると。でこの稲垣っていうのはですね、多分 1F の復旧班の課長なんじゃないんですかね、私の同期だからね。課長の割にはなんか腰が低いですけどね、なかなか彼もよくできる人間ですよね。確かね、最初柏崎に配属されたと思うんですけどね、なんか無駄がないもんね、よくできると思います。マイナス1800とか、マイナス2250で、まあ、ずっと海水入れてる最中は、あんまり変わんなかったんですけども、これがですね、先ほどからかなり変動してきております。1800、例えば A の方が燃料域のやつがですね、結構ハンチングして、ハンチングといいますか、測るごとに1800から1900、マイナス1800からマイナス1900まで減、マイナス2000と減っていって、また次にプッと上がってマイナス1800となったりという形で、今までより動きが激しいなと、こういう感じがしております。で これを考えると、一つはまあその弁当の話もあるんですが、やっぱり炉内で何らかの反応が起こっている可能性が高いというふうに思わざるを得ないのかなと。
こういうふうに判断しているということで、ちょっとかなり注意状況かなと思っています。まあちょっと今の状況ですぐになんだということを即断するのはちょっと難しそうな感じだけど、あんまり、変動してるというふうに思った方がいいね。ただね、要するにドライベル圧力が上がってきてるっていうことは、あの例の1号と同じように水素爆発の可能性はまたあるということなんですよ。そういうこと。昨日ベントがうまくいって、かなり圧力下げたのに、ここまでまた、上がってきてますから、それを要注意だと私申し上げてるんで、でベントの方1号機、はい、2号機についてなるほど、佳境ですな、これ。でここはね、1回、まあ、よく見ていただくと、ここは1回目の公開なんですよ。でね、これ大事なところで切ってるでしょ。でこの次はね、3回目です。ご注意だと私申し上げてるんで、ね、で弁当の方1号機、2号機についても、もは2号機はとりあえず運転状態大きくは変わってないです、で1号機については、まあ、注水してないんで非常に心配なんですけども、大きいパラメータ今変わってないと言っていいのかな、1号機はね、まあ、ただこれはかなり水がすでにも入ってますので、まあ、その辺の影響があるのかちょっとよく分かりません、そうだね、まあどう考えるの。3号機はね、他の号機と何が違うかと、2号機と3号機は形もほとんど一緒、 BWR4 だったと思うんですけど一緒なんですけど、炉心が MOX なんですよ3号機はね。そういうことなんですよ。だからね、3号機手を焼くんですよ。ちょっとね、線量が多くてちょっと制御が苦しいという、そのちょっとのところがね、やっぱ2号機3号機のね命運を分けたんだと思うんですね。3号機だけモックスが入ってましたね、プルトニウム燃料ね。ただドライウェルについては今ベントの方はどういう、コンプレッサーの方はどういう状況になってたんでしたっけ。1号機ですよね。3号機ですか。3号機のコンプレッサーは動いております。強化して先ほど燃料補給もいたしました。で、で動いてんだよね。だからエオ弁が閉まっちゃってるという可能性はない中でドライブとですね、先ほどちょっと途中で電気信号の方がいい、時失われていたのが確認されましたので、それは復旧されておりますが、確実に開いたかどうかの保証がないので、もう一個小弁を開ける方向で今対応をしています、エアはあると思いますんで、小弁に電気信号が入れば小弁が湧くと思ってます。ああ、そういうことね。まあちょっといずれにしても3号機の中で何かいろいろいじるとのはちょっと非常に気持ちの悪い感じにはなりつつあるな。3号機は気持ちが悪いと。まあ、まずちょっと小弁を開けることによる変化みたいなのはドライブ圧力で見るというのはちょっと一つ。今そのパまあだからこの半あれですよね、 6時間後に爆発したわけだから、まあ分かってるわけですね。でね、次がね、実は珍しいんですけど、今までね、だいたい 1回目と3回目のあれが多かったんですけど、今回だけね、2回目なんですよね。2回目の公開なんですよ。あら、ご注意だと私申し上げてるんで、で弁当の方1号機、2号機についても、2号機はとりあえず運転状態大きくは変わってないです、で1号機については、まあ、注水してないんで非常に心配なんですけども、大きいパラメータ今変わってないと言っていいのかな、1号機はね、まあ、ただ
これはかなり水がすでにもう入ってますので、その辺の影響があるのかちょっとよく分かりません。そうだね、これはやったね、ご注意だと私申し上げてるんで、で弁当の方1号機、うん、2号機についてもは2号機はとりあえず運転状態大きくは変わってないです。で1号機については、注水してないんで非常に心配なんですけども、大きいパラメータ今変わってないと言っていいのかな、1号機はね、ただあれ、これやってる、これはかなり水がすでにも入ってますので、その辺、はい、ファン班から連絡します。 MP の最新データが確認できましたのでご連絡いたします。 MP2 においてはい、技術班からですけれども、炉心損傷割合のグラフはお手元の方に配っていると思いますが、4時20分から5時30分までの間で、変化なく 25% ということでずっと推移しています。はい、まあ一応ガンマ線の値が見えてるっていうのはまあありがたい情報になるのかな、3号機については。それが変わってますね、第4グループだったら中枠がだいぶ行ってますよね。そうです、先ほどの会見でご指摘いただきました、ガンマ線があるから乗ってるっていうことが正しいかってことですよね。それと、急っていうか、着々と上がってますね。はい、わかりました。あれ、SP ルールアップして以降、止まっていなくて、あ、もう見れます、もう見れます。若干上がり傾向が、その通りです。カーブが急になりつつ増えてます。で、ロス、そうですね、そうです。いない、いや水はまあ入れてんだけど、十分にメイクアップされてない形になってるんだけど、これかなり危険な状態だと俺は思うんだけど、そうですね、な、はい、で格納液してるでしょ、はい、で上がり方から見るとこれ何分ぐらいに格納液の設計圧力、最高周波数だったトレンドから引くとどのくらいになるかな、平均の方上がりました。はい、停電が始まる場所は6時20分から始まるということです。はい、予定されているところはこの、うちのブロックとして予定されているのがこの部分、厳しい側で行っている、それよりもさらに厳しいじゃないですか。やるところは6時20分からもうぴったり始まる、もう1時間ぐらいだろ、半とかではなくて、10時よりも手前で発しますね、これでいくと。電話して、電話して、そこで電話したよ、はい、そこで、もう今から、ごめんなさい、人に知らせてたら、はい、出場でほとんどないと思ってど、あ、大変失礼しました。ごめんなさい、ラプチャーディスクの発送圧力でしたね、今僕が言ったのは。ただ、本当の設計圧力に対して、一番上の線だから設計圧力に対して、ホームページを載せるというそんな算段で考えております。これか、ですね、もう今乗っている頃ではないかというふうに、はい、すいません、今それを確認いたしております。3月14日23時ってなっているよりも多分さらに早まると思います。以上です。はい、今のちょっと前に引いたカーブで23時になってますから、これよりもさらに前になると思います。こっからでしょうね、こっからマジでやばいんだと思うんだよね。でこれ第2回目でしょ、2回目っていうのはね、これ珍しいんだよね、非常にね。2回目の公開というのはあんまりないんですよ。ファン班から連絡します。 MP の最新データが確認できましたのでご連絡いたします。 MP2 において、先ほど、500マイクロ超えがございましたが、4時においても820マイクロシーベルトパーアワーを確認してございます。5時におきましては400マイクロシーベルトパーアワーまで戻ってございます。発電所の正門でございますが、4時現在で、10マイクロシーベルトパーアワー、 MP の2番で、600、これにつきましては発進済みです。MP4 番におきまして、5時19分が最新でございますが、39、マイクロシーベルト
電話してきたみたいな。電話してきたみたいな。様子を聞くためにで伝えたんでちょうど良かったっていう感じです。医師もね悪くなるときはあれやあれやっちゅう感じでね、私も ICU にいたので大変なことは何度かしたんですけど、まあそんな感じでね、ただ責任がね、まあ医師こ、まあ、命も大事ですけど、これは日本がどうなるかっちゅう感じだと思うんですよね、本当にね。こっちに連絡したい、広社会部、広社会部、広社会部、フロート6時のロアットレッジコンマに4ぐらいですね。はい、現地の糖質薬も 0.7 メガぐらいでしたね、ポンプ。このまま行くと8時過ぎぐらいには破損、あとベント圧力に達しちゃいますね。今ドライウェルどのくらいなの？ドライウェル圧力はいくらですか？35。6時20分でドライウェル圧力は470キロパスカル。はい、そうです。470。4気圧ぐらいですね。結構高い。小弁を開けても上がってるってことか。そう判断せざるを得ません。大元の方がっていうことはあまり考えられない。大元っておっしゃってるのはエアと電気ってそういう意味でしょうか。栄養面の方の前回1回閉まっちゃったという、前回1回閉まった栄養弁と小弁は平行なので、うん、どっちかが空いてれば何らかやっぱり抜けるはずなんですけども、いやだけどまあ体幹の太さとかある、あれありますあります。ちょっと今そういう意味では前回開けてた大弁の方のチェックをやっています。はい、よろしく。このね、稲垣は切れるね、頼りになりますよね、おたおたしてないもんね、うん、偉いなと思うんだよね私。大弁のチェックをしてますと。なんで二重になってるかというと、まあ、基本的に格納容器の中は出さないということが設計指導ですからね、2つ開いたら出ていくようにしようというのは、まあ、フェイルセーフというか1個の弁がね、はず、仮に開いたとしても出ていかないようにするという思想ですよね。すいません、前回開けた大弁のこともそうですけれど、格納容器の圧力が上がっているという状態だとドライウェル側のベントラインのバルブっていよいよとなったら動かすことができるんですか？今まさにその相談でもしておりまして、はい、一応今エアーバッグ警視庁に来ましてはですね、まあ、というかコンプレッサー回ってますので、エアーバッグ立ってると思いますので、ドライウェル側のバルブを開けることも今考えてますが、ちょっとそれはユニット所長所長と相談したいと思います。そうですね、というかむしろ最悪の場合を考えてそのことです。PC 側のバルブを現状バランスが今良くなっておりますので、結果も20分過ぎた段階におきまして、今回予定しております大事グループにつきましては、カムスのガンマ線は分かっているので、大弁小弁そう冗長にしてるんですよ。これはフェイルセーフと言いますね。1個壊れて出てくるじゃ話だ。だドライウェル側とウェットウェル側は何が違うかというと、ウェットウェルっていうのはまあウェット水があるわけですね。だからベントするときに、一旦水の中をくぐって
空気が出ていくんですね。そうすると水に溶けやすいセシウムとか要素というのがかなり軽減する、まあ、いわゆるフィルター弁当のね、しょぼいバージョンになるわけですね、まあ、ある程度は抜けると。だけどウェットウェルドライウェル弁当になってしまうと PCV の中のやつがそのまま出ていくので、いわゆる生のね放射能が出ていくということ、これは全然違うわけですよ。だから、そのあれね、なんて言いますか、フィルター弁当をつけるかつけないかぐらいの差があるわけです。ここでやっぱりフィルター弁当ねケチってたつけが回ってきたんだと思うんですよね。予定しておりました、上開けた時にどういう流量を考えるかっていうのはあるけども、ちょっと評価を、電気バランス、ちょっと評価を支給できるか、はい、ちょっとお願いできますでしょうか。いい6時の間のブルーなんて書いてあるんですか。これですか、うん、PCV 弁当バイパスライン回です。急激だな、急激だなって吉田さんも言ってるね。これなんでしょう、圧力上がってきてるってことですよね。ただね、小森さんがワーワー言ってたのはね、オフサイトセンターに行ってからなんだよね。アンプタ結局まあ医療の場合はね、その人がその亡くなるかどうかで、まあ、そこで勝負つきますけど、原子力の場合は勝負つかないからね、負けたって負けて、はいごめんなさいって許してくれないからね。そうなんですよね。いや複雑ですよ、原子力っていうのは。こういういろんなものすごく頭のね切れる人が設計して作ってますのでね、あの GE の設計ものすごく非凡なんですよ。でものすごくねよくできてるので、なんでだろうとも私思ったことあるんですけど、まあ私が聞いた話なんですけど、ちょうどねアポロの月旅行があったでしょ。あの時に散々金かけてものすごい技術者のものすごいやつらをね育成したわけですよ。でそのアポロのね計画が全部もうやめるっていう話になって、技術者の行き場がなくなったわけですね。でその行き場がなくなった時に突如として出てきたのが原子力なんですよ、原子力発電ね。だからそこにアポロのものすごい優秀な技術者がバッドッと流れたので、ものすごく設計がね本当によくできてると私は思うんですよね。そういうところもあるんですよ。まあいろいろね世の中つながってるわけなんですけどね。31の2、これ終わったんだっけ、終わったんだっけ、ちょっと私分かんない。あら、あれこれ31の2が終わったんですかね、どうだったんでしたっけ。あ、31の2、200番終わってますね、すいません。ちょっとね話しながらやるとすぐ忘れる。次201番ね。急激だな、吉田さん何ですか。これね本当要注意なんだよ。6時からさ、6時から6時、はい、20分の間に、はい、はい、50現状止まる可能性は低いと聞いております。90時まで止まらないと。その通りです。50キロだろ。その通りです。50キロだろ。はい、10分で25キロだろ。止まらない可能性が高い。計画電源あれだよ、7時までやらないって。積圧力超えちゃうよこれ。計画電源やらないって。につきましてはバランス取れてますので、あれじゃん、現在1組入って6時から、6時20分あれがダウンスケールしちゃったじゃん。10時まで対象の地域については水位が止まらない可能性。もうね、計画停電のことは裏でごちゃごちゃ言ってるんですよ。7時までに止まるのどうの、ね、あ、こっから佳境でしょうな本当ね。小森さん、はい、水位がダウンスケールしてる。うん、これね、もう危機的状況ですよこれ。え、水位がダウンスケールしてる。おい、あのファインに、ファイン官邸にドライウェルの圧力が上がって、そう、ドライウェルの圧力が急上昇して、水位が何、早く連絡して。6時10分でダウンスケールしてるんですよ。それまでそれ減ってきてて、始まりますけど、はい、10時までは大丈夫です。第一グループは大丈夫です。
減って、それからダウンスケールが6時10分なんで完全にこれ露出してる状態になってますよ。これいますので少し被りますね。おい、ホワインと官邸につなぎっぱなしできる悪ければですね、電話被る方の方 は20分から止まるということで、予定通りでございます。 もしもし、はい、あですね、ちょっと、あのホワインと官邸の方に同時連絡、上の弁当弁を開けるのを早めに開けなきゃいけないと思うんですが、バッテリーはつないであるんでしたっけ。バッテリーは、ダウンスケールっていうのは、あの水系がね、縦なんですよね。縦の表示なんですよ。だから上に上げたらアッパースケール、下に落ちたらダウンスケールで、ダウンスケールっていうのは下に針が落ち込んじゃったということで、水位がなくなったということなんですね。だから水位が全然わからなくなった、なくなったということなんですよ。で、小野はね、上の弁当を早めに開けるしかないと言ってるわけなんですけど、いや、これ上、なんで上下って言ってるかというとね、上、ドライウェルっていうのは上なんですよ。サプレッションチャンバーって下でしょ、ドーナツにあるから。だからまあ一応感覚的に上というとドライウェルベントのことを指すんですね。下の場合はウェットウェルベントなんですよ。でもウェットウェルベントが開けてるけど下がらないから、上を開けるしかないって小野が言ってる。ただしそこはカムスで100何シーベルトあったやつがね、そのまま出ていくわけだから、いや爆発するよりそれはいいんですけど、でもやっぱり警報を出して開けないとね、ダメだと思う。武藤さん寝てるのかな。計画停電いらんでしょ。まあ計画停電の話はですね、ちょっと今やっても話があれですので、次202ね。格納容器圧力抑制室、さあ何キロパスカルなんでしょう。前出てくると思うので、まあ聞いてください。すぐですね、サプレッションプール側のやつを外して、そちら側に投入すればすぐできますけど、ではすぐやって開けるつもりで、行ってください。でホワインに連絡したらすぐ開けろって言ってくると思います。わかりました。外したらでも下の方閉まっちゃわない。外した方閉まっちゃわない。もともと閉まってんのか。じゃああれですか、新しいコートを作った方がいい。そんなの時間が的に時間がないから外しかないから小弁を外しますか。停電をしましたという。小野の話。例えば、はい、お伺いいただく、もうその小野のね話をね真面目に受けたらいかんですよ。これはね、せめて小森さんかね、武藤さん今移動中なんだろうね、本店にね。だからいないんだと思うんですよ、福島のオフサイトセンターにね。頭脳がいないところで小野にやらしたらまずいよね。こんな判断は小野じゃできんよね。小森さんだろうね。これはちょっと指揮命令系とかダメですね。あと吉田さんも出てきてないでしょ。これ危ないんでね。危なさがよくわかりますね、こういう状況はね。時間から中層 でもう中層で楽しく帰るだけなんで、それ時間かかんないんですけど、前に例えば中層で入れ替えるだけって言ってましたけど、これ確か3号機の中層7ミリシーベルトぐらいの雰囲気あるから、ね、はい、7時半目標で、はい、今現場作業入りました、はいはい、危ないな。いやだからね、小野じゃ無理なんですよ。無理なんで、だからここはね、吉田さんとね、小森さんと武藤さんで話し合って決めないとね、ダメですよ。いいんですか。小野は多分この後どうなるんでしょうね。弁当弁開けるのはね、それはちょっと保安員がすぐやれって言うかって言ったら、それは厳しいと思うね、私は。保安員から連絡します。これからあの評価をしますけども、HF3 評価をしますけども、今、風向きが南南東ですので、陸地側に向かって、双葉町方向に向かって今吹いています。それで、ドライウェルからの放出になりますので、すいません、端子のチェックの結果、一応やっぱり
チャプレッショップル側をコメントも空いてる可能性が非常に高いということです。したがって水位が上がって詰まってるか、そこら辺が考えられますんで、小弁を外してドライウェル側に、つなぎ替えるのが一番効果的かと考えます。はい、放出についてはドライウェルか、これはどういうことかって、サプレッションプールっていうのは水が半分ぐらい占めてるわけですよ。だから空気層があれば、あの格納容器からね、空気が抜けて、でそのエアが抜けるわけですけど、サプレッションプール側が満水になってしまうと、弁としてもね、水だから抜けないわけね、蒸気がね。だそういう状態になってるんだろうと思うんですよね。でその水筒差がかなりあるから、結局弁としても水になっちゃって抜けないと。でこの水になって抜けないということを、実はね、昨日保安員がなんか、これ小野だよね、保安員がその辺評価しろって言ってましたって小野が言ってたんですよね。っていうのはどういうことかって、まさしく今起きたことで、サプレッションプールが満水になってしまって、ウェットウェル弁当を開けてもやつが脱げない状況にはしないようにって保安員がね、昨日指示出してるわけですよね。でまさしくそういう状況になってるのに、小野そのドライウェル開けろって言うに違いないなんて勝手なこと抜かしておりますけど、そういうわけにいかないよね。もしこれ開けたら双葉町に行くということは、そこが今日ものすごいレベルで汚染されるっていうことなんですよね。まあ余裕デブリがそこまで集まらないんじゃないですか。だからまあフルになってると思うのが、まあ稲垣の分析は私は正しいと思いますね。放出になりますので、要素を水に通さない状態での放出になります。したがって要素の、放出量が桁違いに上がります。で一応全量を、今の状態 25% 挟んですけども、全量放出で評価をしますけども、25% であれば評価値は約4分の1に下がるというふうに考えてください。結果が出ましたらまた報告します。ん、この後出てるんでしょうか。32の1、だから要素を水に通さないので、桁違い、まあ、セシウムもそうですけど特に要素ですよね。でそれの評価ができたって言ってるわけだ。これは切ってないね、さすがにね。さすがに切ってないみたいですね。これ町ですね。反応ちょっともう一回見てみて。あれ？そうだから、はいで、はい、はい、ないです、ございません。はい、今、トライアル圧力ってどんだけあるんですか。そこに、いますけど、今は、すみません、お父さんが出てこないとね、小野じゃダメだよ、小野じゃ。え、ドライアル圧力ですか。6時20分に470キロ、パスカル、キロパスカルね。6時に420だったのが、20分間で470キロ、もともとは3、すいません、ちょっと急ぎのプラントデータです。6時30分のデータで、水位がまた見えてきました。ダウンスケールから、片系がマイナス100ミリ、もう片系がマイナス3500ミリ、若干9時20分が見えます。これはね、あれはドライブ圧力は、間違いなく説明に上がりたいと思います。ドライブ圧力は、まだ上がっておりまして、また改めまして、資料が送りましたことにつきましても、もう495でしょ、違います、急上昇でしょ、内容につきましてもですね、これね、精査時間足りますと、本当に申し訳ないと思います。ロスリアさ、回復してんじゃなくて、なんか変なの、変なの測ってんだよ。うん、もう少しブツブツ沸騰してるとかいうことで、はい、見かけの話かもしれない。でそのこういう、お待たせしております、すいません、お待たせしました。はい、今話してます。あ、そうですか。はい、あるかないか、これね、本店のね、計画停電の話がもう被ってんですよね。でまた計画停電は昨日ちょっと紹介したんですけど、藤本副社長がね、発表せんとかなんとかっていうバカなことを抜かしてですね、それで大混乱に陥ってるわけですよね、これがね。
たびたびすみません、小森です。あの直接お電話して恐縮です。6時半ぐらいのデータが来る。6時ごろダウンスケールして会見で配られた資料から、はい、あの約9時間ぐらいになって変わったわけじゃないですか。水は見えて、でなんでそういうふうに変わったのかなっていうのがちょっとマイナス100というのとマイナス3500というのちょっとすみません、そちらもすみません、のマイナス100はちょっと怪しいのかもしれません。ですから次の9時20分第2グループの時にですね、もう一度あの今の宿題も踏まえてご紹介させていただきますのでよろしくお願いします。10分間での上昇は収まっておりませんので、この水というのは逆流かもしれませんし、状況としては非常に、まあ小森さんが多分ね官邸か誰に電話してるんでしょうね、ちょっと分かりませんけど、まあ、非常に危機的状況にあるということを説明して、で、藤本がもうこれは広報戦って言ったもんだから、もう計画停電のね、これ6時半ですからね、こんな朝早くからね、もうマスコミからやいのやいのが入ってこれにかぶってるもんだから聞き取れないんでね、一番大事なところなのにね、勘弁してくれと思います。深刻だというふうに、判断してバルブについては、中層から対応すれば開けられる。ロシノスは進行していないことになります。さほどは武藤さん起きてよかったね。バルブについては、中層から対応すれば開けられる。ロシノスは進行していないことになります。さほどは、はい、サプチャンがもともと量的に 0.5% ぐらいで全然量少ないんで、これの量だけからすれば、炉心の余裕は進んでないことになります。ガンマ線から見れば、はい、わかりました。単に進んでいるわけではないようでは、宿題いただきましたものを、はい、次の、カモスですね。3号機のことをずっとやってるわけですから、もう藤本のバカ野郎ね、のことをしたからこうなって、もうこれ入れるなやと思うわけですけど、マジで。一役、制御電源のバッテリーの積み込みは完了したでしょうか。すいません、もう一回お願いします。制御電源のバッテリーの積み込みは完了したでしょうか、ドライウェル側。あ、もしもし。それをやっちゃうともうすぐ開いちゃいますからダメです。あ、了解。まあ分かりませんよね、どれだけのこと。稲垣は大したもんですよね。こいつやっぱり功労者だと思うんですよね。あんまり名前出てきてないけどね。彼がいなかったらもっとひどいことになってたからね。やるな、やりますね。ちょっと かなり感心してますね。吉田さん聞こえる？双葉町方面だそうです。吉田さん、ピグマはどこですか？はい、そのドライウェルのドライの弁当っていうのは設計圧の2倍ぐらいのところまで頑張ってっていうのが AM 上の手順だと思うんだけど、そういう認識でいいですか？800っていうことですよね。850、うん、そうそうそう、そうですけども、それでいいと思いますけども、ただ上昇量が急激なもんですからね。なるほど。ここがものすごく気になるんです。それから燃料液のあれがですね、ダウンスケール6時10分から、ダウンスケール、その前が急激にですね低下してダウンスケールしてるってことは、かなりドライになってるっていうことなんですよね。あんまり当てにならないですね。結構巻いてます。分かった。これもなんか極端に言うと仮想事故レベルになってる可能性があるんじゃないかなっていう。なるほど。でこうなりますと、今作業でですね、プラントの周りかなりの人間が いますし、ここにもこんだけの人間いるんですが、これをどうするかって、そっちが考える方が先になるかも分かりません。作業でも、あ、ここですね、これ大事ですね。だからものすごく爆発する可能性があるので、ここにいる人間をどう考える、まあ、これが撤退の話につながるんですね。
ね、だからね、小野田はね、全然考えずにね、あのベントしろなんて言ってたけど、だ2倍まで頑張って、いや、まあ、大丈夫と思いますね、私はね、2倍まで頑張ってもね。そう、あ、800キロパスカルね、うん。もっとね、私、それ、耐圧あると思うんですよ。で、AM 上のガイドっていうのは、だから AM のガイドをこれ守らないといけないのでね、斧がね、さささと開けろっていうのはとんでもない話で、風向とかいろいろ考えてね、そう、ここポイントですね。ここはポイントですよ。本当にポイントだと思う。で、ここで2分消してるね。実はね、次は2分消してるんですよ。けしからんね。ここはポイントですな。撤退に関してね。それから安全確保の観点からちょっと作業員の風向きがだからちょっと大熊側にもし外にいる人でも3号機周りはちょっと難しいかな。武藤さん、武藤さん、はいはい、この状況でもうちょっと何もできなくなっちゃうんですけども、現場の作業員、うちの社員、一回こちらに退避させてよろしいですか。了解しました。退避命令出します。現場にいる当社社員、連絡企業の方々、一度、現場から上がってこちらに避難してください。これ中央捜査員もいるんですが、それはどうしましょうか。それも避難した方がいいですね。中層の線量を見て判断してください。はい、中層の線量、線量わかる。中層の線量ね、うん、中層の線量どうなってる。みんな今オンラインでつながってる。ホワインと官邸つながってるね。切らさないで今の音声をほぼそのまま伝えてもらってもいいですけど。武藤さん切れるね、やっぱりね。中層退避したら弁当ができないんですけど、それを含めてどうするか。中層のだから占領率見てるって言ってんだよ。ええ、こういうね、武藤さんのようなアドバイスが欲しいわけですよね、本店はね。パッパッとやるんじゃなくて、これはこうなってる、ああなってる。だから、小野田みたいにね、すぐ開けろって話になるんで、やって頑張ってくださいみたいなことに、抜かすなと。本当に、やっぱこういう小森さんじゃない、武藤さんみたいな人がね、他の発電所にいるかって言ったら、多分いないと思うんですよね。すごいね、やっぱりね。まあ、私、この下の下に、人の下にいたから分かるんですけども、こういうその、みんながあたふたしてるときに落ち着いて、どういう手順でやらなくちゃいけないかっていうのをビシッとこう記憶してね、60過ぎてるわけなんですけど、副社長なんですけどね、彼が一番頼りにあることはよくお分かりだと思うんですね。吉田さん、線量、そこの線量も含めて線量をよく見てください。はい、ちょっと丁寧に周りの線量を測ってください。はい、面体、今の部屋の線量につきましては、マックス28マイクロシーベルトパー、ここです。はい、で、周り のモニタリングポストとかその辺とか周りの線量がの上昇率が非常に重要になるんで、その辺を丁寧に、まあ、一応今のその近帯の28ということであれば、そこは問題はないということだと思います。被爆評価の結果、あらあらですけど出ましたので、ちょっとお願いします。
前提条件は仮想事故で 100% 放出しています。したがって、今カムスで 25% ですので、それと考えるならば、まあ、4分の1ぐらいの値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ要素が支配的です。でこれ3時間後のデータですけども、3時間後で最大ポイントは、南南東の風2メーターで評価をいたしますと、最大ポイントは 2.2 キロ先、ちょうど敷地境界あたりで、5700ミリシーベルトです。5700で、これの4分の1だと考えると1600ミリシーベルトになります。要素です。要素、2.2 キロ先で5700ミリシーベルト、この4分の1になると言ってるけれども、実は3号機の炉心損傷は 100% で、まあ、後で東電が言ってるから、この5700ミリシーベルト敷地境界でねの被爆になると、 5シーベルトだからね、素晴らしい、すごいです。で、その後この枠が、1000ミリシーベルトですので、250ミリシーベルト圏内がずっと相馬郡の方まで、3時間以内に広がっていくという評価になります。250ミリシーベルトが北の方に行くんだよね。そうです。でただし風がちょっと待ってるんで、今風少しデータを、連続して見てますけども、東風が試合的なのか西風の試合が試合的かによって全然状況変わってくるんですけども、ちょっと今のところ掌握できてません、すいません。ちょっと今だからね、相馬はね1000ミリシーベルト被爆したんだと思うんだよ。だって 100% 壊れてると後で言い出したんだからね。1000ミリシーベルトの1シーベルトだからね、これは絶対増えないはずがないですよね。だこれを小野電がね勝手に開けろなんていうのを言うのはねおこがましいんだと私は思うわけです。今の状況を刻々ととりあえず話を続けてください。官邸とごめん、今の絵で20キロってどこら辺になるの。はい、20キロ。20キロがどの辺になるのっていうのはね、これ武藤さんですよね。20キロ避難させてるからね。だからそういうこのなんていうかな、パッと気づくところが偉いなと思うんですよ、私ね。はですね、縮尺縮尺。これが5キロです。ここが5キロです。10キロ、20キロ、ギリギリ20キロの範囲ぐらいです。で、20キロのところはどのぐらいの線量なんの？20キロのところが、これが線ですか、250。250ミリシーベルトです。250ミリパーアワーですか？ミリシーベルトパー、いや、アワーじゃなくて、積算線量で250ミリシーベルトです。で、ただしこれで3時間ですので、この後、さらに時間が経過していくと、線量もう少し増えていきます。うん。すごいじゃないですか。ね、250ミリシーベルト、これだから4分の1だから1000ミリシーベルト被爆させられてるわけですよ、20キロの地点でね。南相馬ですよね。だ絶対被害出ます、1シーベルトね、要素でね。すいません、今現在のドライウェイ圧力いくらですか？520から変わってないですかね。7時現在で520にまた戻りましたね。一時530まで上がってましたけど。ここ3分ほどの、風向きはずっと南南西です。ですから海側に向かって、やや海側に向かって吹いてます。南南西、海側に向かってるから、まあ多少はありがたい。ただしやや南南西ですけど、南南西の方向行くと北の方で、女川のあたりにかかってきます。可能性があるわけね。うお、北の方でやっぱ女川被爆してんじゃんね。めっちゃ被爆させられ、まあ被爆させられてるわ。なんか私のブログでも紹介、HF さん530というロワッツは何分前に出てますか？
530はですね、6時50分と6時55分、あの5分おきに撮ってますけどね。了解です。ドライベルじゃなくて失礼、ドライベルでいいでしょ。ドライベルです、ごめんなさい、ドライベルです。はいはい、今ので結構です。HF さん、カムスの数字はどうなってますか。カムスはですね、プライベル側が 1.7×10 の2乗ぐらいですかね。でサプチャン側が 3.9×10 の0乗。長いね、ここ9分だね。この辺が肝でしょうな、やっぱ第一のね。物電話勝手に開けろなんて言っててね、武藤さんがいてよかったです。かかってますっていうのはね、スピーディーがある。スピーディーで予想するとかかってるっていうことですね。あ、無音にしてますよこれ。無音、全然音がしない。P どころか。一番大事なところなんでね、ここ。だから無音にしてんでしょ。喋ってるもんね、ここね、ピカピカ光ってますからね。武藤さんは、ここに腕組みしてるから離してないね。柏崎は、まだほとんど人が出てないと。7時ぐらいですね。やっぱここ大事だね、時間はね。で3番目でしょ今。ロス位は見えてるんですか。見えてるかどうかっていうより、数値はどうですか。もう、数字はもうランダムですね。例えば、7時でいうと、あの A 系と B 系と2つ推計ありますが、はい、片っぽがオーバースケール、片っぽがマイナス3000。あ、失礼、すみません、オーバースケールじゃなくて、あ、ダウンスケールですか。A 系がダウンスケールで B 系の方がマイナス3000で、5分前は A 系がプラス。これね、その免震受容棟にどこまで信号が来てるのかっていうのはよくわからないわけですけど、おそらくね、電気表示は回復してないはずなので、中層にいる人が撮ったやつを電話かなんかで伝えてんじゃないんですかね。なんかそんな気がしますね。 3100 B 系がマイナス2700、まあそんな具合ですかね。マイナス3000、うん、ダウンスケールとマイナス3000。ちょっといずれにしても5分おきぐらいに、ちょっとね、これダウンスケールとマイナス3000っていうのは多分これでしょうね。こういきたいでしょうね。マイナス3000って言ったらちょっと見えないね、これ。ちょっと待って、マイナス3000ってこの辺でしょ。ダウン、あ、マイナス3000ってここか。燃料域のやつだからこの辺だっていうことだよね。この辺でマイナス3700が多分ダウンスケールだと思うんですけど、この辺でうろちょろしてますよって。だからほとんど入ってないっていうことだよね。交代域の燃料水支持地でしょ、今のは多分マイナス3000。ちょっと分かんないけど、おそらくそうじゃないか。ごめんなさい、分かりません、詳しく。ドライベル圧力と水位と路圧とカムスの値をちょっと読み上げてもらいます。ドライベル圧力最新の値いくつになってますか。もうちょっと待ってください、出ますんで。
ちなみにカムスの数字から見たところで、炉心損傷の割合は25からちょっと増えてるかっていうぐらいで、そんなに大きく変わってない状況です。技術班からです。1号機、3号機ではなく1号機ですけれど、カムスのデータから炉心損傷割合、55% で、2号の、カムスのデータからは2号は炉心損傷ない様子です。RCIC がね動いてるんですよね。炉心損傷の情報は通報したいと思います。じゃあ最新の情報をお伝えします。7時5分、原子炉水位は、AK がオーバースケール、さっき7時の時にダウンスケールと申し上げましたけどオーバースケールの間違いです。で BK の方がマイナス2900、で炉圧はAK がコンマ329、BK がコンマ325、ドライウェル圧力515キロ、あとカムスドライウェル側が 1.66×10 の事情、サプチャン側が 4.05 かですね。ファン班より連絡します。正門にいました、モニタリングカーでの測定では、6時30分、 4.9、マイクロシーベルトパーアワーでございます。大きく変化はまだ見られておりません。モニタリングポスト、4番近傍でのデータですと、6時23分で、37マイクロシーベルトパーアワー、まだ変化は確認されておりません。風下側にいます、モニタリングポスト2番近傍のデータはまだ手に入っていません。入り次第します。あ、すいません、現在なんですけれど、水の注入の、方は水槽の方は満ちてるんでしたっけ。今現在900リッター。じゃあどれぐらい持つの。本店さん、はい、今の給水のや話はですね、あの監視ももうできてないんですよ。だから仕掛けて3号機だけ900リッターパーミニッツかで仕掛けて帰ってきてますから、当然のことは2号1号の方には行っていないという状況、それからあのピットのですね水位は今までメイキャップしてたわけですよ。ピストン輸送でですね、これももう危険なんでちょっと引き上げさせてるんで、そうなるともうここはもう3号が引いていくとメイキャップないという状態が今ならざるを得ないんですよ。で大量なメイキャップがですね今できない状態というのが現状です。このもね把握が悪いよね。この辺が頭が悪さですよ。申し訳ない。だってそういう話してましたもんね。保安班から続報です。先ほどのデータ3時間後のデータを示しましたけど、今度保安班から続報です。先ほどのデータ3時間後のデータを示しましたけど、今度24時間後のデータをお持ちしました。今現在南南西の風ですか、こちらの方向の風の方がどちらかというと支配的なんですが、陸地側に吹いているという前提で考えてみました。先的に言いますと、
この辺り、この辺りが20キロの境界線です。それに対しまして、要素での最大エリアが、まあ、これ24時間のところですから、このぐらいのエリアでもう収まります。ですから20キロちょっと先のところまで、線的には250ミリシーベルトを超えるエリアが広がっています。これは4分の1だからね、だからドライブレベントをすると20キロの境界線で1シーベルトを超えるっていうこと、要素の被曝でね、これ絶対なんか出ますって言って、メイクアップっていうのはあれですよ、メイクアップ、水を足してるっていうことですね、補給ですよ、補給。ちょっと先のところまで、線的には250ミリシーベルトを超えるエリアが広がってます。なんとかメイキャップを戻すことを急がないと、落ち着いてきたけど買いがないってことにならないでしょうか。バカ野郎だね。それは分かってますが、その作業員の安全との議論になっちゃうんですよね。こいつバカだな。腹立つよね、石田さんもね。お父さんなんか言ってほしい。まあ、このっていうのはまあ役人と一緒だね。全体を考えられない。もう少しそのプラントのパラメーターと環境の状況を見てもう一回議論しましょう。7時10分のデータを報告します。原子炉水位 AK はオーバースケール、 BK はマイナス2700、露圧は AK がコンマ321、 BK がコンマ325、ドライウェル圧力510キロ、カムスのドライウェル側が 1.65×10 の事情、サプチャン側が 4.00 です。どんな水があるかって分かんない。いや、分かんない。今言った、もうちょい大丈夫ですけどね。ドライウェルの圧力は変わってないっていうことでいいですか。ドライウェル圧力は6時55分というか7時ごろを境に下降に転じてますね。5分ごとに5キロぐらい下がってます。わずかですが。フォアハよりこの平野の環境報告します。10分現在、先ほどと値は変化ありません。中性子検出されず、ガンマも 0.015 で変化ありません。以上です。というような情報でございます。ですから、1分から、先ほど、その見通しがついたというような、予断を持って許さない、予断を持てない状況でありますという、これは計画的です。第一グループにおいても、はい、いきなり停電する可能性の高さまで引っ張れるかで、一番下まで引っ張れないんですけど、だからどこが切れるか分からない。ヘリコプターが引きあるこれね、だけど、きましあれでしょ、まあ、ここまで第一グループの範囲の中と。いうところで、ございます。それは、やる場合にはまだ予告は当然あるんですよね。これから第一グループはとりあえず10時まではないんだと思っていらっしゃるわけで、これからやりますっていうのは前に告知するのか、はたまた1時間前に告知するのか、どういう形で。そうですね、本当に申し訳ないです。先ほどの段階でのバラで、私の方が、断言してしまいましたけれども、これね、計画性のやつなんですよ、断言のどうのこうの。いや、入れなくていいよね。なんで入れたんですか。復旧班よりヤードにいた21名、社員、企業全員退避しました。何は ヤードっていうのはね、発電所周りのね、外のことを指しますね、ヤードっていうのはね。で、今中入れないからね、ヤードでそのいろんなピストン輸送をやってたりとかね、そういう人が危ないから
免震重要棟に戻るようにっていう話をこの吉田さんが先ほどねされたわけですから、もうそんなの全然考えずにね、小野電がねぐちゃぐちゃ言ってるのね。もう吉田さんなら腹が立つと思うけど、なんでこんなやつがおるんだよって思って、挙句の果てに候補してましたからね。怒り心臓だろうね、みんなね。もうどう受給どうなるか。本部本当によろしいですか。その第一グループ7時15分のデータが出たんですけども、ドライベル圧力は最大6時55分で530キロが今505で、それ以外の路水位もですねだいぶ上昇してます。現時点で判断することは難しいというところです。いますので、一番今最悪の状態というか、一度何らかの原因で蒸気がバーって増えて、で、ロアッツが上がって、ドライベルトラックが上がって、はい、っていう状況はもうピークは超えたと思われますけども、他の皆さんも意見があってどうぞ。厳しいのはよくわかるんだけど、落ち着いてきたところでなんとかその水を供給できる手段ないですかね。よろしくお願いいたします。ですから今後はとりあえず落ち着いて立つと見えますんで、ね、今度は今度供給側の方をどうにか考えればいいと思いますけど、ね、すいません、1F3C15 分の値をですね同じように全部教えてもらえませんか。なんとかするって言ってくれちゃった。出すなら出すと思うんで、元さんは。じゃあすいません、上から読み上げます。燃料水 A プラス1000、また深く進化もいいです。 2000mm、ロアツ A がコンマ317、ロアツ B がコンマ321、ドライベル圧力505、サプレッションチェンバー圧力490、カムスドライベルが 1.65×10 の事乗、カムスサブチャンが 4.14×10 の0乗、7時15分のデータです。以上です。ありがとうございます。うん、あれ一部の吉田君さ、今ちょっと電話中ですね。あ、そう、電話されてると思います。はい、ドライベルの圧力は落ち着いてきてるところでなんとかその水を少しでもピットに持っていけないかな。そうですね、まあそこでの判断だと思います。うん、今ちょっと引き上げてきちゃってるんで、まあ、再開するっていう話と、1号と2号に、その突っ込むラインをまだ整えてないので、それをいつ再開するかっていうことだと思います。今高橋さんね、はい、ドライベルの圧力が落ち着いて下がりつつあるということなので、ええ、もうあと10分かそこいら15分見て、ええ、でもう一回その作業を始められるかどうかという判断だと思いますけど。あ、わかりました。偉いね、偉いですよ。こういうのがね大事だと思うんだね。私88分、まあしょうがないね。32の6、次で今回終わりだな。32はこれで終わりですね。すいません、7時20分のデータ読み上げをします。あ、じゃあすいません、7時20分のデータ読み上げします。ですね、燃料水 A 系がですねプラス2000、B 系がマイナス1600、それからロアツコンマ315、 A 系コンマ315、 B 系コンマ317、ドライベルサプレッションチェンバーそれぞれ、500480で、ゆっくり下がっている傾向変化ありません。カムスドライベルサプレッションがですねそれぞれ 1.64×10 の事乗、 4.44×10 の0乗です。ゆっくり下がっている傾向には変化ありません。ではモニタリングは、あとですね。すいません、役所にからの報告では、早く給水の手段を回復しないとせっかくなのに間に合わなくなるんじゃないかと心配しているようです。しょうがないか、わーっと言ってさ、もう一つ、
技術班からですが、3号機炉心損傷の割合ですけれども、7時10分のデータで、あ、切れましたね。まあ、これはね33で、切れますね。で切れましたということでね、まあ、本日はここまでにしたいと思うんですけど、32-7ですね。本の30、32をやりましたけど、今回のとかかなりその前半のクライマックスの一つだと思うんですね。で非常にその個性がね現れたテレビ会議だったと思います。一つはね、武藤さんが非常に冷静になっていて、副社長っていうと普通お飾りの人が多いと思うんですけど、結局みんな判断を武藤さんにお願いして、でそれがバカな判断をしてないですよね。非常に冷静に論理的に判断しているということは一つ分かりましたね。で吉田さんも武藤さんはかなり信頼していると。で小野田はなんか勝手にね、ドライウェルの弁当を勝手に開けろとかね、給水をしっかりしろとかね、もう散々分かってる、お前に言われたくないっていうことを散々言ってですね、でしかもそれ役所のやつを垂れ流してね、自分のところでどうにかしろよと思うわけですね。多分本店のなんかの課長なんでしょうけどね。私がいた時は武藤さんがいたのでね。でもう非常にレベルが低下しているのがよくわかりますよね、これでね。で本店で高橋武、私のもうこれ非常によくできる人のはずなんですけども、役所に行って役所の言うことを垂れ流していると、多分それお腹受けてるんでしょうね。でそれでやいのやいの言ってると、で本当にできる人間であれば分かりましたって言ってね、あれなんでしょうけど、もうただ垂れ流してね、でも吉田さんも私がカリカリするぐらいですから、この場に離れてね。だから現場の所長としてはね、またあいつかよっていうのがねよく分かるですよね。でまあ昨日紹介した中には4800だから 4.8 シーベルトのねモニタリングポストのとこがあったりとかですね、まあ、ドライウェルを開けるかどうかという話で、まあ、小野はそのまま開けろと言ってましたけど、武藤さんがアクシデントマネジメントの手順書によれば設計圧力の2倍になるまで踏ん張ると、もうそれは正しいと思うんですけどね、そういうことは書いてるわけですね。だこういうねそのバカなことを言う人間がいると非常に現場としてストレスが溜まっただろうなと、ご苦労様でしたと思う。で現場にはその、まあ、小野が、私のね1個上の入社なんですけど、大学院卒だからプラス3年違うわけですね。で本店のサイトの復旧班っていうのに稲垣っていうのは時々紹介してましたけど、彼がね現場で非常によく頑張ってて、全体が把握できてるんですよね、何がどうなってどうしないといけないのかと。でそれで非常に吉田さんとしてはね非常に助かっただろうなと思うんです。彼に言えばね、パッとなんかやってましたもんね。で、彼は私と同期で、確か大学卒だったと思うので、小野とは3年違うわけでね、まあ、この辺は東電のあれなんですけど、3年違うと多分、本店の課長とサイトの課長ぐらいの差があったんだろうと。で、彼が非常に冷静に対応して、できる、できないこととね、系統を非常に把握してね、偉いなと。私ならとても無理だということぐらいは分かるんですけど、非常に頼りのなる発言をしててね、まあ、彼の名前が出てるのはね、私新聞では見たことないんですけれども、非常に保守のね筆頭の人間としてね役に立ってるなという印象を受けますね。で本店はねあんまり、まあ大体上の方の人は私知ってる人が多いので、あれするんですけど、峰松さんとかね最初の方に出てましたけど、その方とかは出て、声は足りてるでしょ、声は足りてると思います。3023あるでしょ。でも今日はこれで延長しませんのでね、まあ非常にね勉強になりましたですね今回はね。で、本の33もねかなり多分公開してあって、この辺が非常に濃いところだと思うのでね、爆発までですね、爆発前後、37が爆発のところなんですけど、そこまでちょっとかなり濃い解説になると思います。はい、じゃあ本日はどうもご清聴ありがとうございました。